アサヒビールは居酒屋産業店においてアサヒスーパードライの新しい飲み方の提案としてアサヒスーパードライエキストラコールドを出店しました。通常飲食店で提供されているビールの温度は4度から8度程度と言われていますが、エキストラコールドの専用サーバーを使ってマイナス2度から0度の氷点下にすることでアサヒスーパードライの特徴である辛口やキレをより一層実感できます。もう本当今ビール離れと言われてますけれども、この氷点下のスーパードライエクストラコールドで非常に若い方たち の, 好評も得ておりますので、ビールの新しい飲み方を一つとしてアサヒビールからご提案していきたいなというふうに思っております。エクストラコールドを抽出する機器は安全性の高い物質で構成された冷却効率の高い特殊な冷却液を用います。また攪拌するための攪拌浴の形状に工夫を施すなど、機器内の冷却効率を徹底的に追求するとともに、2台の樽生機器を活用して2段階冷却を行うことで安定してマイナス温度のビールを連続で注ぎ出すことを可能としています。さらにビールの注ぎ口となる専用のドラフトタワーにも同様の特殊な冷却水を使用することでタワー全体を凍結させています。ご覧の通りサーバーが3台つながってますので、結構設置場所も取ることもございまして、今現在ですね、全国で300店の設置店舗が決まっておりまして、今後どんどん増やしていこうというふうに思っております。エクストラコールド専用サーバーを店舗に設置するには、品質を維持するために設定した10の条件エクストラスピリット10を満たさなければなりません。これには開栓後2日以内に19リットル以上の新しい樽詰めスーパードライを売り切るスーパードライエクストラコールド専用タンブラーを使用し、事前に氷水で冷やす、5杯以上連続抽出する場合は提供温度を確認するといった条件が含まれています。 Digging for News